はい、どうもこんにちは。アドラゴパンダのパンです。ユマです。ということでですね、ワンワンの第2弾のキットですね、こちらの方購入しましたんで、これもレビューしていきたいと思います。はい。これめちゃめちゃ出来が良すぎて困るぐらい出来がいいですね。はい。これをシーソーみたいなキットが一緒に付属してます。はい。一緒にキット。ここにワンワンをセットすると、どうなるかというと、こういう感じでですね、セットすると、まあ、このバネのところにね、ワンワン乗っかるっていう感じに。なりますね。はい。おお、まいて、これワンワンがどいた後にはここにコインブロックっていうんですか、これが出てくるので、はい、コインをゲットできると。はい。はい、ポイントください。はい。いきますよ。これ時間があって最後にコインがいっぱい取れるという仕組みになっています。なるほどね、連続するやつね。はい、はい、そしてもう一つ、このワンワンのセットについてくるのがこいつ。いや、これ名前は分かんないんですけど、はい、こいつめちゃめちゃクオリティ高くないですか。こいつゲームで歩くときこうくるんってなるんですけど、こうこれが再現しっかりできてるのが素晴らしいんですよね、はい、こいつはねかなり、こういう毒沼の面とかに出てくるんですよね。嫌なキャラクターなんですけれども、はい、こいつもしっかり再現できてると。でこいつに関してはこの上ですね、この上にブロックがついてるんで踏みますと普通のコインがもらえます。はい。おー、すごい。はい、こういう感じでワンワンがうまくやると飛んでくんですけど、はい、このワンワンにこれバーコードついてますね。この顎のケツというか顎のところ。はい。で、じゃあここに、はい、ジャンプして見ますよ。おお、すごい。ワンワンの声とわーっつって逃げていく音が聞こえるわけですよ。はい、まあ、すごいですね。一応ワンワンはファイヤーとスターとかで倒せるんで、うん、ああなるほどね、いいかもというのは、ね、確かにいう感じですね。はい、はい、ということでですね、今回はレゴスーパーマリオのワンワン突撃セット、こちらの方を紹介させていただきました。はい、いろいろなね、このパーツがどんどん増えていって、これをジョイントする楽しみもあると思いますので、ぜひ皆さんも遊んでみてください。はい、はい、ということで、よかったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくね。はい、よろしくね。はい、はい、ということで、アナログパンダ7番でした。ユマでした。バイバイ。